どうも、サバンナ高橋です。ソーシャルディスタンス。年末やね。シャキン。さあ、ということで、今日はですね、12月21日になりまして、昨日、大阪泊まりやって、東京に帰ってきたら、宅配ボックスやら、置き配やらでめちゃめちゃ荷物が届いてましたんで、開封していきたいと思います。今回はね、もうはっきり何か分かってるんですよ、これは。これも。じゃあまずは、これからいきたいと思います。これはもう、本ですね。本というか、写真集ですね。まあやっぱ男っていうのは、いつの時代も写真集、買っちゃいます。僕が初めて買った写真集は小泉今日子さんの完全無欠小泉今日子やったかなっていう、キョンキョンがボディーペイントして、それでそのままそのペイントのままなんか紙にベーンってやったりして、結構すごい写真集買ったんですよ。生まれて初めて宝物にしてたんですけど、お兄ちゃんが表紙にお尻ってボールペンで落書きしたんで、マジで泣きながらその写真集捨てて、殺したるって言ってお兄ちゃんに迫ったことありますけども。で、その写真集後ほどプレミアついてめちゃくちゃ高くなってました。そんな僕が2020年暮れに買った写真集はこれです。鬼神。ちょ待って、これ表紙ないやん。表紙なしやん、これ騙された。しかもこの辺とかめっちゃあかんやん。うわ、中古なんですよこれ多分。どういう写真集かと言いますと、ダダーン、羽生さん。この鬼神っていう写真集は棋士の皆さんの対局中の姿を、中原先生対局中のこの姿を切り取った写真集なんですよ。なんでこれを買ったかと、大山先生の写真もあります。なんでこれを買ったかというと、音楽プロデューサーの蔦谷光一さんの自宅にこの間行かせていただいて、蔦谷さんの作るパスタをいただいたんですが、その蔦谷さんが実は僕のこの YouTube の将棋の話をめちゃめちゃ見てくれてて、めっちゃおもろいって言ってくれてて、その時に僕また将棋の話をわーって喋ってたんですよ。ほんなら蔦谷さんこの写真集見てくださいって言って、この鬼神を見せてくれたんです。で、蔦谷さんはその音楽家としてこういろんな本読んだり、いろんな本集めたりしてる中で、この棋士の方が盤面に向かって苦悩する表情がめちゃめちゃかっこええと、っていうので写真集を買っておられたんですね。で、僕もすぐ買いますって言って買ったのがこの鬼神です。表紙なしで騙された、訴えてやる。ということで、鬼神写真集でした。また投稿します。